73キロ級の決勝戦が間もなく始まります。意外な顔合わせになったと申し上げてよいでしょう。石原達希選手と吉田雄平選手の戦いとなりました。石原選手は鮮やかな背負い投げ1本、そして1回戦で塚本涼選手を鮮やかな背負い投げ1本、そして準決勝では第1シードの大吉健選手をゴールデンスコアの大外刈りと谷落としの合わせ技1本で破って勝ち上がってきました。一方の吉田雄平選手は東海大卒自衛隊体育学校の所属、こちらは1回戦でこれも優勝候補の古賀隼人選手に合わせ技1本で勝って準決勝へ。準決勝はこれも原田健司選手を背負い投げ1本で破って決勝に勝ち上がってまいりました。これも楽しみなカードですね。そうですね、両者ともにやっぱり相手を一発で投げ切るっていう力を持っている選手だと思うので、まあ、この決勝でもしっかりお互いの技をぶつけ合って、まあ、見応えのある試合をしてほしいです。ともにここまでの2試合しっかり相手を投げて勝ち上がってきました。注目しましょう。石原選手は今日は外足を封じての大外落とし背負い投げのコンビネーションに非常に力があります。吉田選手は、本人との得意技は内股なんですが、袖釣り込み吉にも非常に威力のある選手。石原選手の内股を吉田選手が組み止めて待て。今日男子の決勝は2試合ここまで早い時間で決まってますから、なんだか目が離せないです ね。特に吉田選手が右、はい、あの投げ切るとしっかり一本を取る柔道ができていると思いますので、はい、そういった意味でも目が離せないと思います。石原吉田選手が組み止められかかったのを内股で一回着地で石原選手が膝をつきました。着地で石原選手が膝をつきました。どちらも落ち着いてますね。そうですね、やっぱり組み手どこを取るかで全然展開が変わってきそうだと思います。吉田選手引き手で回ります。前に出ます。から内股小内、内側の足を上げます。前に出ます。から内股小内、内側の足を、内側の足技の連続で崩しながら前に出ていきます。押し込まれた石原選手が肩車を見せますが、この作りではなかなか効ききらない。消極的試合姿勢のトガで石原選手に指導が一つ入りました。吉田選手襟を手繰って釣り手を持ちました。体を預けながら引き手を求めます。吉田選手出ていきます。石原選手出足払いですが釣り手が伸ばされていて引き切らなかった。吉田選手は足車小打ち大打ち。石原選手場外を背負わされたところから大内刈り。吉田選手のペースでしょうか。そうですね、まあ、ちょっと今またかけられるシーンもありましたけど、しっかり落ち着いて相手のいいところ、石原選手のいいところを潰しているイメージがあります。はい、石原選手出足払いを打ちながら引き手から先に持った。石原選手釣り手を重くしておいて右打ち股から右の腰技につなぎます。待てです。お互い柔道着がなかなか手につかない。吉田選手釣り手を持って小袖刈りで抜き上げながら曲がってですね、小外刈りで止めて寄ろうとしたところ、相手が止まってくれると見て抜き上げにかかりました。引き手を求めます。石原選手また場外を背負っている。石原選手の左足を常に攻撃し、石原選手の左足を常に攻撃しているので、なかなかこう、はい、定まらないっていう、はい、おお、片襟の大外刈り、今日はこの汗が効いています。大外落としですね。
石原選手に2つ目の指導が与えられたその直後、組み際にです、ね、ただもう指導1つで逆転ですからね、はい、あと1分です、ね、そうただもう指導1つで逆転ですからね、はい、石原選手はもう前に出る、はい、っていうところになると思います、はい、ただ今日の審判指導2が出てかどちらの試合も指導2が出てから次の指導から極端に時間がかかる傾向がありますから、ここはやはり攻めていかなければいけない。吉田選手体を寄せます、叩き込みますが石原選手の頭から選手、時計が33秒、ここは当然寝技で時間を使います。石原選手時計が33秒、32秒、31秒と29秒になった、28秒になったところで止まりました。残り時間28秒、石原選手が技ありをリード、吉田選手はあと1つの指導がどうしても必要です。前に出る背中を抱えた大内刈りから石原選手膝をついて回避しました。残り13秒、いいラストチャンスで、ラストチャンスですね、うまく詰めたんですが、やっぱし出足払いを石原選手ともえ投げに切り返しました。残り2秒、ここで終了ブザー。吉田選手は膝に手を当ててがっかり。主導権を取ってたのは吉田選手でしたが、石原選手が組み際の技一つで逆転。そうですね、試合の作り方は良かったんですけど、やはり良くなかったかなと思いますね。一発がやっぱり、まあ、一つ良くなかったかなと思いますね。一発の怖さですね。それにしても石原選手今日は外側を封じる技が決まりまくりましたね。遠目で入る大外っていうのは、まあ分かっているんでしょうけども、はい、体ごと入ってくるのでやっぱり体ごと持っていかれるっていうのはあるかなと思います。体格から力によほど自信があるんですね。 そうですね、そこからまた背負いが入ってがたい技ですが、でも体の力によほど自信があるんですね。 そうですね、そこからまた背負いが入ってくるってことを考えたら、ちょっと どういう受け方をしていいか分からないっていうのがまた一つ、後ろに耐えたらそのまま大外落とし、相手が踏ん張ったら前に踏ん張り返したら背負い投げにつなぐという、はい、入れさえすればというところですね。 そうですね、はい、それにしても恐れ入りました、3試合すべて投げで決めての選抜体重別初制覇です。表彰式が始まります。優勝
ありがとうございます。